よし、みんな聞け。はい、キャプテン翼やっていきたいと思います。もう何回やってんだキャプテン翼。結構ねやってると思うんだよな。10回は超えてんだよな。まあやっていきましょうか。今回はフランスかイタリア戦。イタリアかな確か。ちょっと情報見よう。あ、絶対イタリアだ。ピエールとナポレオンいるもん。いや、フランスか。いや、ピエールってなんかフランスよりイタリア感あるんだよな。でもナポレオンってフランスじゃなかったっけ。もうわかんねえわ。忘れた。歴史。はい。中盤こちらのフェン。じゃあもうのんびり耐えるか。のんびり耐えよう。この大会が終わればみんなとまた別れだけど、この先を僕は全日本で日の丸をつけ戦うよ。え、なんで別れなの。あ、そっか、お前パリにいるんかい。だからか。フランス戦。フランスらしいわ。行きましょう。ヒューガがパスキャッチ来たら、とりあえずじゃあ前半耐えるか。前半耐えで、耐えのドリブルでピエールとナポレオンをひたすらここでドリブルで回避し続けるわ。パンパンパン、オッケー、いいよ、いい初動、早くね。4番ピエールくん、ポン、取られた。普通に取られた。やばすぎかよ。で、これがナポレオンくん。ナポレオンくんやべえな。あー、やめてやめてやめて。取った取った。あー、まあ取れてね。ピエールくん、いや中盤頑張れてどういうことよ。何シュート、スライダーシュート、はあ、はあ、ナイス。もうフランス敵じゃねえのか、もしかして。それか乱数がうまいこと働いた。このゲーム乱数あるっぽいよな。その見えてるこの値からどれぐらいみたいな、多分あるよな。で、一応前にいる、あ、新田くん、いや待てよ、なんか誰かいるはず。マサオくん、いや違う違う、なんかカズオくんが前に入れ替えたんだよな俺。カズオくんどこだよ。いやーもうダメだ、前に出まーす。よし、こんぐらい出たらなんか、いやーカズオどこ行ったお前。可能性ある、可能性ある。いや微妙、取られたかこれ。あー、俺おい、敵の11番かよ。ならば、あー、でもわからん、スライダーシュート止めたけど普通のシュート入る可能性あるんだよな。やめてほしい、それ。あ、でも止めたんじゃないこれ。おい、届け、やりなさい、それ。よし。よしよし、不安になるんだよ。不安になるの。ピエール君、お前。やめてー。やめ、ピエール。いや、まあ。翼くんです。800か。あいつスライダーシュートとオーバーヘッド持ってんのかよ。えぐいな。フランスの松山くんだね、ノリは。はぁ、あ、お前誰だよ。増えてんじゃないか。お、増えとるぞ、おい。窓ハンドおるわ、味方。相手のチームになんかおる。窓ハンドが。しかも普通に6枚止められたし。誰お前。高すぎよな、S。よし、行った。通った。あとは、前に出れるって言ってて。ここでもやるしかないだろ。もうちょい行けるな。もうちょい時間かかっていこう。15分半行ける？無理だな、これ。あー、無理だな。どこ？ヒューガくん、センタリング。ドリブルからのすぐ B 押し、そしてネオタイガーショット。いや、これ普通タイガーが入ればね、別にネオタイガーなんてやる人じゃないんですよ。よし。よし、オッケー、同点同点。こっからなんだよな。でも取った、届いて、全然届いてない、全然届いてなしん。ん、今足速くなかったは？止めて、うわーうわーじゃね、これで入ったらマジあいつ強え、あいつ最強すぎる、さすがに。取って、お前ふざけんなよ、おえー、うえー、
やめてやめて。お前はさ、お前はなんで倒れて入んない。やばだだだば。あー、きついよ。強えよ。今までが2試合間隔で、あれだったから、怖え。負けた時にもう一回戻りそうで怖えよ。スバピ。あ、動いなかった。まあ、A ボタンめちゃ連打してたよ。なんで動かねえんだと思って。まあ、時間潰したし。はい、終わった。でもキャラクターの時はね、ワンチャンそれ抜けれるんだよな。ピエールが来たって言った時は。突きついてパスへ。それを、は？は？誰も？止めれない？止めることができてない？ノットノット。ノッケー？ほい！若しまず！おめえ！うわぁ！はぁ、はぁ、危ねえ。ナイス高すぎ。どうせ高すぎくんだと思った、今の。いや、後ろの層がさ、松山くん、いないかな。いや、微妙なラインだな。いや、これ通った。よしよしよし。いや、怖え、マジで。マジ怖え。やめてくれ。あ、抜けた？抜けてる、抜けてる、抜けてる。なんで？前行くしかねえな、俺。うわ、6番。いや、これドリブルでしょ。嘘だ！取られた！50あったか、能力。やばすぎだろ、こいつ。いくらでもお前スライダーシュート使えるもんな。ふわっ、止めたからな、お前。はい、苗で。はい、苗だ。それは苗だわ。3点目か。やばいな、ヒューガくん。もう見せていいか、もう。これ突破するわ。見せるわ俺シュート。ネオタイガー。は？甘いんだが。そんなに止められると思ってんの？ふん、雑魚が。ちょっと怖かったな。まあ、ね、これで1点差までなった。あとツインシュート決めたいな、何回か。オッケー、まあ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 、タイタンじゃないか。で、こっからよ。俺らはこっからが強いから。美咲くんと、ちげえわ、やり直し。ここで、美咲くんと、ん？ここか。美杉くんを、今回ミッドフィルダー。で、正雄くんと、和雄くんの、念のため、スカイラブ、スインシュート。てか、ピエールか、こいつか。大したことのやつじゃないな。ふっ。ガチで行こう。いや、ここでやるぞ、俺は。ここで勝つ。勝たせてもらいますが、いいですかね。てか、マジやばい、マジやばい、マジやばい。ガンガン行くやん、ガンガン。おい、ピエール、こら！誰も守ってくれないんですね。うまい。クン落ちたな。クン。おい、飛んじゃねえよ。何やってんだ。ねえ。ねえ、やめて。取らないで。もう、またシュート来る。またスライダーシュート来るよ。おい、な、もう4回打ってる。お前のガス、無限大かよ。はぁん。はぁん。はぁん。やれねえ。やってらんねえ。しかもここナイスパス。で、美咲くんやから、このまま抜きたいところ。翼くんがいるところまで。まあまあまあ、378、ピエール。いや、ナポレオンか？はい。ピエールくんナイス！4番、
野球だったらそうがサッカーだったらそうはいかせんだぜ。よっしゃ、危ねえ、危ねえ。でここで探すのはもちろんマサオくん、どこにいんだお前、来い。これでスインシュートやるぜやるぜ。はあ、マジかよマジかよ、ありえねえよ。どんだけ行くんだよ、待ってくれよ。11番シュート、もう止める止める、パンチングパンチング、キャッチャーできる。お前はお前は危ねえよ。あーでも取られて、ここでパス来て、ナポレピエダイビングヘッジ、これパンチングですね。頼むと思う。は？お前の反発ケースどうなってんだよ。ダイビングヘッドで突き破れるってもうやばいだろ。バネつきすぎ、体にバネつきすぎ。まあスインシュートもう一回やるよ俺は、諦めないよ。はいはい、避ける。そうこれができる、名前付きのやつが先来た時は可能性がある。かろうじて抜いたとかうまく抜いたって多分時間とかに関係あるのか、まあ、なかったらもうないでいいんですけど、まあ、3点差はもう無理かこれ。まあまだ諦めてないけどね。何が怖いってあれなんだよな、ドリブルですげえ時間取られることなんだよな。はい決めてく。いや突き破れるほど力があるのに、お前お前お前、あとちょっとだ、あとちょっと、まだまだまだ分からんよ。でもいやーでも急いでほしいな。はあお前やりすぎやろ、もうせっ、あーやばすぎだろー。家族じゃねえんだよな。まだ美杉くんでいけるか、まだ見過ぎくんでいける。残り4分になった瞬間ガッツ急にゼロになるから、もう一気に萎えるからな、こいつ。はい終わった、早すぎだろ、能力同じなのに。やばいやばい、てーてるれーなる、切った。いやあんだ切り込んで、お前ドリブルタックルか、止めて、高すぎし、止めて、あー止められない、これ止められない、もう仕方がない。にあシュート頼むぞお前、止めたか、止めてく。この位置マジいいんだよな。まあ一旦シュートで前出すか、届かんやろ、でこれ届かんやろ、マジかマジか、いけんのか、おわお前はやっぱな、できる男だわ最後夢見せしてくれたな、夢見せたもんな、だいぶ見せたよ。これで取ったら終わるんだよな、負けたか。いやここなんだよな、次ウルグアイなのかどうかっていう。もう一回フランス来い、もう一回フランス来いチキシャーチキシャーやべえマジか、もう一回リベンジするんですけど、まあもちろん、まあ、ウルグアイ戦は勝利で突破します。とりあえずどうしようかな、いやまあいいや、とりあえず次回もう一回フランス戦だと思うんですけども、とりあえず次回に回したいと思います。悔しすぎだろ今の。じゃあ今日のスコアメモ読んで終わりたいと思います。今日のスコアメモよ、リコパドジワラフジボムガベゾヒガニジゾガザロスカプエピ
キブルベーボールに翼くん頑張ってね。はーい、ということで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。